リチャード・アーチボルドはアメリカ合衆国の動物学者、探検家である。ニューギニアなどの探検を行った。石油産業などの資本家のジョン・ダスティン・アーチボルドの孫として生まれた。コロンビア大学で学ぶが卒業はしなかった。家族から相続した資産を利用して一連のアメリカ自然史博物館のニューギニアへの生物学的な探検のスポンサーになり、 フロリダ州の生物学的研究所を設立し、維持した。1928年にフランスとイギリスとアメリカ合衆国が共同で行ったジャンデ・ラクールが率いるこの体験のアメリカ隊の資金は父親のジョンカイ・アーチボルドが負担した。この体験でアーチボルドは、鳥類学者のオースティン・エルランドと知り合い、生涯にわたって協力者となることになった。 1929年から1931年の間のこの探検の間に父親は没した。1930年代に3回のニューギニア探検を行った。動物学のリーダーがランドで植物学のリーダーはレオナードブラスが務めた。1933年からの第1回の探検ではニューギニアの南東部を探検し、低地から高地までを探検した。 この体験では、従来の人力による方法で輸送を行ったが、人力による輸送の限界を感じたアーチボルドは、探検に飛行機を使用することを考えるようになった。ディチャード・アーチーボールド S、河の第2回の探検は1936年2月から1937年1月まで行われ、ニューギニア南部、特にフライ川、パリマー川の川沿いの探検を行った。 この探検では無線を使い、水陸療養のフェアチャイルド91を持ち込むが、ポートモレスビーで嵐によって失われて、効果を上げることはできなかった。第3回の探検は1938年4月から行われた。オランダ領ニューギニアを探検し、ミルヘルミナさんの植生限界からマンベラーモ側の、支流のイーデンブルク側の川岸までの高度の違う。 広い範囲の動植物の採集を行った。グバーと名付けたカタリナプビーマイナスに飛行艇を用いパイロットのラッセル・アル・ロジャースは湖や川に着水し、物資の輸送を行ったほか、空中撮影なども行った。1938年6月23日には、空中からそれまで知られていなかったダニ族の多く住むザバリエムバレーを発見した。アーチボルドは、 パイロットライセンスを所有し、自らの所有する飛行機で飛行を行った。1937年6月24日から25日に、カタリナ飛行艇で、サンディエゴからニューヨークまでの水蒸気による最初のアメリカ大陸横断飛行を行った。1938年には、パプアニューギニアの3300メートルの高地にある、ハベア湖に初めて着水、離水した。 このような高度の湖水への離着水は史上初であった。1939年のニューギニア探検が終了するとアメリカ合衆国へ太平洋横断して帰還しようとしたが戦争が近づいていることを予想していたオーストリア政府はアジアを経由しないインド洋を越えるヨーロッパへの新しい飛行ルートの開拓の実験にアーチボルドの飛行艇は借り上げ操縦は pg テイラーが行い、探検隊のメンバーは、広報誌を務めた。西オーストラリアのポートヘッドランドから、ココス諸島、ディエゴガルシア島、セーシェルを経由して、ケニアのモンバサの航路を取った。飛行の最初に悪天候のため、一旦ジャカルタに迂回したことを除いて、飛行は順調に行われ、モンバサで、オーストラリアの乗組員と別れ、アーチボルドは、 飛行を続け1939年7月、ニューヨークに着陸した。太平洋戦争が始まると、ニューギニアの探検はできなくなり、アーチボルトは、フロリダのレークプラシットに、アーチボルト生物学研究所を設立した。戦後も、アーチボルトの資金で、ニューギニアの探検が4回行われたが、自らは探検に参加することはなかった。ありがとうございます。